バーツラフ・ニジンスキー、バーツラフ・ホミッチ、ニジンスキー、ナミ、バツワブ・ニズインスキー、A、バスリブ・ホォミッチ・ニジンスキー、1890年3月12日から1950年4月8日は、ロシアのバレエダンサー、振付師、バレエダンサー、振付家のブロニスラバ・ニジンスカは妹、ニジンスキーは年月日、ウクライナのキエフで、 ポーランド人の両親の間に生まれた。1900年、10歳で、サンクトペテルブルクのマリーンスキー劇場、付属舞踊学校に入学し、エンリコ・チェケッティラにバレエメソッドを学ぶ。18歳で、マリーンスキー劇場の主役に抜擢された。ニジンスキーにとっての転機は、セルゲー・ディア・ギレフとの出会いであった。二人は、深い信仰を結び、同性愛の関係だった。ディア・ギレフは、 ニジンスキーの活動に大きく関与するようになった。1909年、ディアギレフはマリンスキー劇場を出たニジンスキーとアンナ・パブロは、振付師のミハイル・フォーキンラと共に、パリでバレエリュスを旗揚げした。公演は、各地で大成功を収め、ヨーロッパの芸術界の中で、ディアギレフの名は揺るぎないものになった。その後、一度マリンスキー劇場に戻ったがトラブルを、 起こして解雇され、再びバレエリュスに戻った。そして、ホーキンの振り付けにより、バラのセ原曲は、ベーバーの舞踏への勧誘と、イーゴリ・ストラビンスキーの、ペトルーシュカに出演する。特に、バラのセではまるで空を飛ぶような高い跳躍を見せて、人々を驚かせた。その後もニジンスキーは、ディアギレフのサポートにより3つのバレエを振り付けて、上演した。 ドビュッシーの還元楽曲、牧神の午後への前奏曲による、牧神の午後、1912年、ドビュッシーが書き下ろした、優儀、1913年、リハルト・シトラウスの公共誌による、ティリオイ・レンシュ・ピーゲル、1916年である。しかし、牧神の午後ではあまりにも性的な振り付けをしたために、不評を買い、ディア・ギレフも、ニジンスキーの振り付けの才能を疑問視し,し始めた。 そんな中で、ニジンスキーが振り付けをしたのが、ストラビンスキーの春の祭典、1913年である。ニジンスキーはこの曲で、19世紀のクラシックバレエでは考えられなかった、足を内股にし、頭を曲げるという振り付けを行った。初演時の騒乱は有名であるが、これは、まさに20世紀バレエの幕開けであった。1913年、バレエジスは、 南米公演を行うが、後悔が嫌いだったディアギレフは参加しなかった。ツアーの途中で、ニジンスキーは、ハンガリー人のバレリーナで、ニジンスキーのファンだったローモデプルスキと恋に落ち、ブエノスアイレスで結婚式を挙げた。その知らせを聞いたディアギレフは激怒し、間もなく二人を解雇してしまう。ニジンスキーは新たにバレエ団を旗揚げするが、ニジンスキーには興行士としての才能がなかったのが、 わざわいして、結局失敗に終わり、多くの振動を背負い込むことになる。第一次世界大戦が起こると、ロシア国籍であるニジンスキーはハンガリーに交流された。この間に、ニジンスキーは独自の方法で、牧師の午後の舞踏詞を作成。1916年、ディアギレフは、バレエリュスの北米ツアーのために再び、ニジンスキーを呼び戻し、ニジンスキーは、 ディリオイレンシュピーゲルを振り付けて上演した。しかしこの頃になると、次第に統合失調症の兆候が現れ始め、仲間たちを恐れて部屋に閉じこもるようになった。これが二人の最後の出会いであった。1919年1月19日、西洋先のスイスサンモリッツンの潰れたハウスホテルのホールで、神との結婚と自ら呼んだ講演を最後に、ついにニジンスキーは、 神経衰弱に陥った。こうして、ニジンスキーのキャリアは終焉を迎えた。ニジンスキーの手記として知られている手記は、この講演の直後から、精神病院に入院するまでの6週間の間に書かれたものである。内容は案の定錯乱しているものの、彼自身の貴重な回想録として、一定の評価を得ている。入院後、オイゲンブロイラーによる診断を受ける。 ニジンスキーのご反省は、精神病院をたらい回しにされ、危険なため現在は行われない、インスリンショック療法を受けるという悲劇的な、ものであった。妻、ドモラの介護も虚しく、ニジンスキーはついにバレエの世界に戻ることはなかった。このあたりの事情については、河合オの未来への記憶、深層意識への道に、妻のエピソードとして紹介されている、河合は、スイス留学時代、 宝塚女優の赤シテルコに熱を上げた妻の日本語講師をアルバイトとして引き受けていた。第二次世界大戦中はハンガリーに滞在したが、ナチスの侵攻によりやわや殺害されそうになったところを、かくまってもらいづらくも脱出。その際情報が錯綜し、ナチスに殺害されたという語報が世界に流された、その後イギリスへ移った。1950年4月8日のイースターの日に、 ニジンスキーはロンドンで生涯を閉じた。ニジンスキーの遺体はロンドンに埋葬されたが、1953年にパリのモンマルトル墓地に改装された。ニジンスキーは驚異的な脚力によるまるで空中で静止したような跳躍、中性的な身のこなしなどにより伝説となった。また、ニジンスキーの舞踏の映像が一つも残されていない。 裁判年のライベート映像があるだけであることも、ニジンスキーの伝説に一役買っていると言えよう。なお、ニジンスキーの振り付けは、多くが失われていたが、振り付けで、舞踏歴史家のミリセント・ホドソン、ミリソント・ホドソンとケネス・アーチャー、ケネス・アーチャーの夫妻の努力により、春の祭典、遊戯が復元されている。また、 ボクシンの午後のコレオグラフィーは、ニジンスキーが彫刻において作成したコレオグラフィーを元にして、アン・ハッチンソン・ゲスト、アン・ハッチンソン・ゲストにより1988年に復元がなされた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。